はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽那亮司でございます。えいこ様、いくお様、おてる様、近藤龍雪様、達幸かな、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただいている方もいらしてですね、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴いたします。ありがとうございました。近藤さんですね、もっと知るチャンネルっていう YouTube の、 チャンネル持ってらっしゃいます。私のインタビュー動画もありますので、よかったらもっと知るで検索してみてください。よろしくお願いいたします。以前ですね、送っていただいた梅干し、真っ赤っかな梅干しだったんですけど、とうとう食べきってしまいました。すごく美味しかったんで同じものを買いたいんですけど、よかったら売ってるとこと商品名をコメントなんかで教えてくださったら、送ってくれたくださった方ね、教えてくれたら嬉しく思います。国別二酸化炭素排出割合全世界ですね、中国 28.2% 一番多い、日本は赤いとこで 3.4% であります。これ日本だけちまちま努力しても無駄じゃね、全然。日本がレジ袋だの、プラスチックのスプーンなんで、ちま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 努力したところでね、でね、10% 減りました、やったーなんつったって 0.34% じゃん。中国のですね、奴隷労働産業を攻撃してですね、買わないであるとか、中国のものはなるべく買わないであるとか、それよりもまず消費税が腹立たしいから消費しない、物を買わないとかですね。それで中国の奴隷産業弱体化させてですね、 1.2%、減らすのと日本が必死に 10% 減らすのと一緒だから。で中国を攻撃して 1.2% 減らす方が楽だし人道的でしょね。攻撃箇所はとりあえず最優先でソーラーパネルですかね。パネル原料のポリシリコンっていう材料あんですけど、8割は、世界中のポリシリコンの8割はウイグル人が鎖につながれて殴られながら作ってるっていうし、許せないですよね。ソーラーパネル許せんな。グレタだの環境活動家だの SDGs はね、中国の陰謀です、差し金です。思った通り、他国がですね SDGs ではないよって環境に配慮しながらですね、煙もっと出さないようになんか装置つけなくちゃなんねとか制約がある中で生産、してる中でですね、中国はそんなの一切気にしねえから、二酸化炭素出せ出せ言って生産してしたら有利じゃないですか、非常に有利じゃないですか。それで他国を抜こうっていう作戦ですね。でね、私これツイートしたら、中国 1.2% 減らそうが人道的じゃない、楽だし、ツイートしたら反論で、中国は人口10倍だからっていう、反論あったんですけど、知らねえよそんなの、増えてくれって頼んだわけじゃねえんね。勝手にポコポコ増えやがってね、余って留学生とか実習生とかで日本に来るのも超迷惑だしね。大体左翼とかの反論って知らねえよそんなので、肩がつくことが非常に多いであります。1月24日後藤茂之厚労大臣、コロナ陽性でも危険が少ない若者は受診せず自宅療養でいいことにすると医者にかかなくてもいいよ、医療崩壊しては自宅療養してて若者は大丈夫だからみたいなことを発言しちゃいまして、厚労省がそういうふうには方針転換なんでしょうね。ネットの反応です。感染者濃厚接触者の隔離も全面撤廃しないと整合性取れんな、もうお手上げだし意味ないから、そいつの濃厚接触者に高齢者がいたらどうなるの、もう風邪でいいやろの精神、これって実質5類みたいなもんだよな、扱いがね。何歳までが若者なのか、そこんとこ詳しく、
自宅で寝てれば治るってやっぱ風邪じゃねえか、45歳は若者ですかっていう投稿もあってプッて笑っちゃったんですけど、家でおとなしく寝てるってここまで言うんだったら感染症指定が2類のままっておかしくない？おかしいよな、だってね、まあ感染症指定の代表的な病気の例なんですけど、1類、2類よりも厳しい1類エボラ出血熱、クリミアコンゴ出血熱、天然痘、ペストなど。2類がですね、まあコロナもそうなんですけど、結核ジフテリア、ポリオ、灰白髄炎、鳥インフルエンザ、H5N1 型など。鳥インフルエンザ全部ってわけじゃなくて、H5N1 型っていうのが凶悪なんでしょうね。3類、コレラ、チフス、赤痢など。4類、狂犬病、炭素、黄熱病、つつが虫病、ボツリヌス病、デング熱など。黄熱病って確か野口英世がかかっちゃって死んじゃったやつですね。5類、インフルエンザ、エイズ、梅毒、クラミジア、風疹などっていうことですね。若者が家で寝てて、ってこれがコレラやチフスやセギリや狂犬病や炭素より扱いが厳重っておかしいよなぁ、テレビに出てくる専門家も誰もこれに突っ込まないのおかしいよなぁ。厚労省は、まあ、2類のままにしときたいんでしょうね。なんか利権があるんでしょうね、これによってね。検査も隔離も治療もワクチンも国費で無料、これで美味しい界隈もあるんでしょうね。2類のままだと、まあ、5類に落とすと自費でってなりますからね。まあ欲望が入り混じってですね、なんか行政の扱いに齟齬が出てんなっていう厚労大臣の発言です。こんな不自然なこと長く続かねえよ。無理して無理して無理しやがって、おかしいだろ、これらやチフスより上って、若者は自宅で寝てろっておかしいだろ、この扱いがおかしいんだよ、普通の風邪ってしちゃえよって思いますけどね。1月24日国会、立憲の代表泉健太、腹話術人形、もう敵基地攻撃効力なんていう言葉はやめた方がいい、実態と合わない、相手に打撃を与えたら沈黙するなんてことはありえない、その後に総攻撃を受ける、中国、韓国、北朝鮮のスパイ丸出しなことを国会で堂々と言ってしまいました。早くスパイ防止法欲しいですね。ネットの反応です。日本が先制攻撃仕掛ける話になってる前提がおかしい、であれば一度の攻撃で敵を殲滅できる力を持たなければ、反撃されるから打撃すべきでないって黙って攻撃され続けろってことが、立憲が反対しているから直ちに敵基地攻撃能力を保有しなければならない。泉健太は立憲の中でまともって聞いてたんだが、トップレベルに頭おかしい、立憲が日本人のために建設的なことを言うわけがない、結局攻撃されても反撃するって言いたいだけ、そうですね、衝撃攻撃されるからそれ怖いから反撃するんだって泉が言いたいことはこれですね。平和憲法でも何でもなくて、日本人は抵抗せずに殺されろっていう9条の精神にのっとった執行と発言ですね。1厘も1ミリも賛成できないですけどね。泉健太は国会で堂々と日本人は黙って殺される、敵を攻撃する能力なんか持つなって言っちゃったってことなんですけどね。その神経はただもんではないですね。よほどのバカか、それともよほどのバカなのか、もしくはバカと思われても中国、韓国、北朝鮮に忠実であるところをアピールしないといけない確信犯なのか、肺がんになってからたまにこうやって咳込むようになってしまいました。帝国が敵基地を攻撃するのは先制攻撃された後っていう前提を全く無視してんですよね、泉は。やっぱこいつバカだったのかな。あとね、日本以外の全部の国は敵基地攻撃能力持ってますから。それがですね、攻撃したら総攻撃、反撃されるから怖い怖いって言ってっかって話よね。泉健太頭おかしい。立憲の代表まで上り詰める男はね、さすがね、立憲の国会議員資格の頭が悪いっていうのを
十分以上に満たしてるみたいですね。頭は悪いし、言ってることもおかしいし、日本人のためには一つもなってねえし、日本人は抵抗せずに殺されるっていうような意味のこと言ってるし、反撃したら総攻撃されるから、攻撃能力を持たないって言ってるのもおかしいし、全然全くおかしいし、さらに10月の衆院選で109議席を96に減らした原因を立憲が発表しておりました。共産と組んだせいで左すぎと誤解を受け、無党派層を取り込めなかった。夏の参院選では中道の立ち位置までウイングを伸ばすとか発表してんですけど、まああの共産のせい、誤解のせい、俺は悪くないって言いたいんだろうな。ネットの話です。誤解、公約まで共産と同じだっただろう。誤解じゃないよ、理解だよ。共産と組んで中道は無理、共産に失礼すぎんだろ。誤解と言ってるようじゃ話にならない。でも今後も共産とやっていくんでしょ。結局いつもの国民が理解してくれないせい、責任は自分らにあるってことを分かってない。この4年間くだらん質問や審議拒否してきた成果だぞ。共産と組んだから負けたんじゃなくて、共産と組むような党だから負けたんだわ。もう中道に引き戻せる人材も、それを望む支持者も残ってないだろう。ああ残ってなさそうですね。いまだに立憲支持してる人らなんてもう治療不可能な人らばっかなんで、左行けば行くほど喜ぶんじゃね。全方位に敵作ってもうわざとでしょ。国民の誤解のせいって言ってますね。共産のせい、国民の誤解のせい、さすが左翼だな。全く何の根拠もなくですね、俺は正しい、俺に従え、からの俺は悪くない、俺が悪いって言っちゃったんでは、俺が正しい、俺に従えって言えなくなっちゃうもんね。あとね、あの界隈、左翼界隈だと一回ずっこけて失敗とかするとなかなか這い上がれないんだって。みんなさ、水に落ちた犬は棒で叩くのが大好きな連中揃いじゃん。で、一回ずっこけるとみんなして一斉に、左翼界隈で叩かれると、まあ内毛羽大好き人間の集まりですね。選挙に負けるとですね、この市は民度が低いからとか、この県は教育が行き届いてないからとか、選挙区の悪口言うやつたまーにいますけどね。その地区で選ばれることで様々な権力を手にする政治家なら決して言ってはいけないことですね。それをいともたやすく口にする立憲、そこに痺れる、憧れはしないというですね。まあ、国民が悪いっつってますからね。国民が誤解したせい、俺は悪くないっつってますからね。だってさ、その国民に選ばれることで様々な権力を手に入れようとしてんでしょ、あんたらは。議員には権力ないなんつった豊島区のバカな立憲議員いましたけど、私は議員に特権があるとは思っていませんんですよ。ドヤ顔して俺の懲罰委員会でほざいてましたけど、議員には権力がありますよ。議員調査権なんつって直接名前がついたやつもありますしね。あとね、共産党議員がやった5時間議会をストップさせてマジ暴撃食わせる権力であるとかね。バカなんであいつ、豊島区の立憲議員の一人のですね、おっさんなんですけどね。バカで有名なんだって話聞いたら、あの人は頭悪いから。党を挙げての総括がこれ、何らかの改善や進歩は到底無理ですね。だって改善点が見つけられないんだもん、俺は悪くないっつってね。よかったよかった、このまま引っからびていくといいな。共産と組んでですね、社会党からの支持者にも見放されてですね、まあそのままミイラになってちょうだいいう感じですかね。なかなかしぶといな、社会党からって言うとな、もう一度立たないと本当に完全に消滅しねえのかな。社民党はやっと消滅しそうですけどね。建国理念が反日、国是が反日の韓国で独立行政法人
国際交流基金ってとこがやってる日韓文化交流事業の一環の箱物、ソウル日本文化センターの玄関前に何者かが紙の山を積み重ねて放火、休館日で、職員はおらず人的被害はなしだそうであります。日本文化センター、日本文化センター、昭和の頃にやってましたね、テレビ通販かっていう感じなんですけど、ネットの反応です。普通にテロではヘイトクライムじゃん、警察はきちんと捜査する、愛国無罪で英雄になりそう、被害者が日本だとどうせ警察も捜査せずだろう、日本のメディアは安定のスルー、関わったら負け、さすがヘイトクライム先進国、日韓文化交流なんか必要ない、そのまま閉館しろ。ヘイトクライム先進国、アメリカの大使も顔を切りつけられてましたね、そういえばね。さすがね、あの先進国だな、ヘイトクライムの。韓国に日本文化は似合わないから撤収すべき、放火するのが大好きなんですね。犯人の銅像が立つまでが仕様、燃えた施設もうさんくさい、全部燃やしてすっきり撤収っていう意見もありました。ソウルは燃えているか、チャラリーチャリラリラリーラララ、あの頃の NHK は今ほど腐ってなかった気がするな。建国理念に反日、政府の正当性が嘘頼み、日本が悪いっていう、機会があれば反日、好きあらば反日の特殊国家らしいテロ事件だな。きっとあの警察もラーグに捜査なんかせずに、まああの無罪放免なんでしょうね、国税だし、万が一逮捕されてもですね、愛国無罪ですぐ釈放と、なんだかんだ理由つけてすぐ釈放と、そしてそれを日本のテレビは決して報道しないと。国際交流基金、日韓交流、事業ってなんだそれ、そんなもん必要ねえわって、敵国なんだから、どうせあの外務省の天下り詐欺だっぺって、いっそのことはあの全部燃えてね、あの大騒ぎになってテレビでも報道せざるを得なくなればよかったんですよ。韓国ってどんな特殊な国か日本人もっと知るべきだと思ってますよ。だって建国理念が日本が悪いだもん、驚いちゃいますよね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。